スクールオブロック女子クラスガールズロックス3週目担当川口春奈です。小説もいいんですけれども、私が大好きなものを2つほど紹介しちゃいたいと思います。まずは恋愛映画というかロミオとジュリエット、これはもう鉄板ですね。絶対聞いたことあると思うんですけれども、あのディカプリオの作品の中で私は一番好きで、なんと言ってもですね、こうなんか絵が綺麗というか、すごい2人ロミオとジュリエットが最初に出会うシーンがなんともこう綺麗なこう世界でですね、私はすごく大好きな映画です。ぜひ皆さんも見たことない人がいれば見て、わあいいなって思う風に、こうそういう風に思っていただけたらなと思っています。続いて、シザーハンズ、これもね大好きなんですよ。何回見てももう話の内容はもう分かってるのに涙しちゃうんですよね。あのシザーハンズっていう名の通りですね、まあ、ジョニー・デップ演じるエドワードという男の子が、手がハサミなんですよね。でみんなからはすごい怖がられるんだけど、なんかこう中身はすごく人間臭くってあったかくって恋をするという話なんですけれども、もうすごい切なくって、ジョニー・デップの作品の中でも結構上位に好きな作品ですね。ぜひ皆さん見てください。